西村浩二は、日本の実業家、通販コンサルタントプロデューサー、株式会社ルーチェ代表取締役社長、一般社団法人インターネット通販協会理事長、多摩大学経営情報学部教員である。1967年に誕生、大阪府大阪市出身。一部上場通信販売会社に就職し、販売企画から、 再建回収までの実務を16年間経験を化粧品メーカーの中核メンバーとして5年間マーケティングに参加した IT バブル竹縄の時期に退社した上京してインターネットと販売をメインにプロモーションとマーケティングを加えた4つで事業構築する当初通信販売ではなく大手企業のプロモーションの補助が中心だった ブレーク中のミクシーを中心に SNS を活用した新ビジネスモデルに着目した。SNS でコメントの集計のシステムから集客アップの体系を模索する。2014年3月25日、株式会社ルーチェを設立し、25年以上の通販の実務経験をもとに大手企業の実証済みフレームをモデリングする。販売、集客、 商品のみではなくバランスを重視し最適化することで商品は売れるとした実績として大手エステ系企業の通販ビジネスのサポートで売り上げを200%アップニュージーランドのシンボルフルーツ企業の販売促進支援でレスポンス率を2倍化健康食品会社の事業開発及び通販支援で新規会員数を2000名増加があるなお社名の ルーチェはイタリア語で、光り輝くの意味で、通販で、小売業の変革を実現し、顧客の課題解決への道を照らし続けるという、創業時の思いから名称された。また、多摩大学経営情報学部教員として、ビッグデータの活用法を講義している。ありがとうございます。